これシリコンケースを今入ってるんですけど、なし、なしにするとですね、はい、こんなにもね違いますね。容量アップでエボを搭載してる、しているのにもかかわらず薄くなっていますね。まあ皆さんご存知の通り IPS 液晶ではないので、まあこういう風にねなってしまいますね、はい、横です。ボリュームのねボタンが分裂しましたね。裏ですね。ここにも同様にあれがあります、ね、で iPod のマークで、で Wi-Fi のアンテナのところがあれになりましたね。カメラになりました。でホームじゃないわ、スリープ解除ボタン等が左から右に変更になりました。はい、まあそれぐらいですかね。まあ、あとここにカメラがねしっかりと刻まれてます。以前使っていたケースなんですけども、見えますかね、アップルのロゴがこういう風に、もうちょっとねずっと使ってるのでなんかね入っちゃいましたね。入るんでしょうか。ドックケーブルの方をねちょっと抜きたい、抜きます。やっぱり硬いですね。はい、入りましたが、ブカブカです。ですが、まあ、届くまで、ちょっとこれで、ね、使いたいと思います。なしはね、不安なので。はい、というわけで、お世話になりました、第二世代。というわけで、iPod Touch。こっちか。セカンドジェネレーションと、フォースジェネレーション。比較レビューを終わりたいと思います。では。